ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はジャンタマやっていくんだぜ。いや、初心からジャンチ2段に上がってるわね。まあぼちぼちやってるからあまり上に上がれてないんだけどな。あまり気にせず楽しみながらやっているんだぜ。前回連からマージャンはマリサに一任されたからね。あいつ絶対すべての配信を私に丸投げする気だぜ。多分アモアスもすべて丸投げするだろうね。まあ私は楽しんでいるからそれはそれでいいんだけどな。それで冒頭の映像は何があったの？その前にこれまで上がった役をダイジェストでお送りするんだぜ。それではどうぞ。ね、いや私は気がついたんだ。気がついたって何を？ドラは正義だということに。何かおかしな思考にとらわれちゃってるな。それ自分のドラはいいけど、相手にやられたらブーメランになって帰ってくるわよ。私のドラは正義だ。あ、これは都合の悪いことは言えなくなるやつだ。じゃあ本題の冒頭に何があったかを見ていくことにしよう。いつか盛大にやらかしそうな気がするな。場面は4マ始まったばかりの状態だぜ。俺はあまりハイパイ良くないわね。どうするの？まあ地道に切っていくしかないだろうな。役が揃うかどうかはその時の運もあるだろうし。テオリーで言ったら自敗からかな。あ、そうだな。支配から端の位置切って、様子見かな。そういうわけでしばらく変わり映えしない絵なんで、少し時間を早送りするんだぜ。みんな似たり寄ったりの灰を切っていくね。まあ4まだし特別変わった灰灰じゃない限りは、切り方はみんな似たようになるもんじゃないかな。変わった灰灰？あ、例えばあがりが近い手だとか、支配多めで役満とかに、手が届きそうな時とかだな。麻雀は詰まるところ、上がった者勝ちだからな。いくら大きい役を作ったとしても、上がれなければ何の意味もない。随分身も蓋もないこと言うわね。ああ、だが事実だ。今まで何度大きい役を流されたことか。だから上がれる時に上がっておく。降りる時は絶対に降り切ることが、大事だと考えてるぜ。ねえ、これ全然揃わないじゃない。あ、そうだな。は？麻雀って役作って揃えるゲームよね。あ、それで上がって勝つゲームよね。その通りだ。おかしいわね。私の目には全体してるようにはとても見えないんだけど。そりゃ怒りで曇ってたら見えるものも見えなくなるさ。どういうこと？よく見てみんな。私はちゃんと役を作っていたんだぞ。そういうことか。じゃあここらで時間の流れを元に戻すぜ。正直ゲームを捨ててたと思ったわよ。私は降りることはあっても、捨てることはしないんだぜ。あと灰も二つだけ。もう上がったようなものだな。おいマジふざけんなよ。ラスズも回ってくるじゃねえか。仮で周りが見えなくなっちゃったわね。こうなったら私にはもう祈ることしかできない。神だ。神が舞い降りてきた。随分都合のいい神様だこと。やっぱり諦めなくてよかった。ちょっとは諦めかけてたんじゃねえか。何はともあれこれで流し満願達成じゃない。おやおや、放心しちゃってるよ。なてんにゃ。最後にあんなこともあるんだね。いつまでもボケっとしてんな。おっと、これはすまない。最後なんだからシャキッとして。これからも麻雀含め動画投稿していくんで、チャンネル登録して待っててくれよな。高評価もしていただけると、今後の励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。